こんにちは。今回のセミナーのポイントについて話してみたいと思います。佐藤孝明さん、ハムちゃんの作る、働く名刺というのは本当に素晴らしいんですね。持ってる方、私もたくさん知っていて、その方たちに、使った使用感であるとか効果について聞いたことがあるんですけれども、やはり何と言ってもですね、渡すだけで相手が、何ですかこれって、ふむふむって読んで、あ、こんな仕事してるんですね、こんな趣味があるんですねっていうふうに、その方や仕事に関心を持ってくれる。関心を持ってもらえると話が弾むので、そのまま相手の印象がですね、後々記憶としてインプットされて、いざという時にはじゃああなたに頼みたいっていう風になるわけですよね。スムーズに相手との関係性が築ける、そんな働く名刺を佐藤孝明さんが作っています。じゃあですね、名刺が素晴らしければそれだけで仕事が取れるのかというとですね、そこで、はい、私の出番になります。その名刺の素晴らしい名刺を持っているということはもちろんとても有利な、ビジネス上の、武器になるんですけれども、肝心なことが一つあります。例えばその名刺を渡している名刺に、いいことが書いて あっても渡している本人が例えばあまり印象が良くないとか、会話の時になかなか話が弾まないとか、あれ名刺ではこんなにいいこと書いてるのに私が喋っている本人とのギャップがすごいって思われてしまうと、本人の印象が名刺より下になってしまう。ということは、あ、なんかこの人大層なこと言ってるけど意外となんか信頼できないかもなとか、なんかちょっと今一つ名刺に書いてあることが信じられないなんてことになりかねないんですね。そうなってもらうと本当は困るわけなんです。でもちろんですね、名刺に書いてあることは真実だと思いますし、その人の、思いっていうのがちゃんとね、名刺に、書いてあって伝わる形にはなっていると思うんですが、私たちやっぱり一番のインパクトっていうのは目の前の相手から受け取るんですよね。だから結局はその反則のツールである名刺が素晴らしいということも有利なんですけれども、伝えて渡してである私たち本人がですね、一番の反則ツールだということを理解する必要があると思います。その時にどんな言葉がけで相手にアプローチするか、実はこのセミナーでは4つのステップで相手と、もう本当にね、段階を追ってスムーズに、不自然に無理することなく相手と仲良くなれる、そんな名刺交換時の会話術についてお伝えするんですけれども、もう無理やりね、自分を宣伝するとか売り込むことなしに、どうやってアプローチして声掛けをして、そして、相手と親しんで信頼関係を築いて、そしてその中でもしっかりとどうやって自己 PR をするかというところまでお伝えします。働く名刺、仕事が取れる名刺と、そしてあなた自身が、私たち自身がですね、相手に信頼してもらって、この人に頼みたい、この人に依頼したいと思われるようなコミュニケーションを取ること、この2つのパワーによってですね、佐藤さんが作る素晴らしい名刺もよりね、相乗効果で、仕事を呼び込む、あなたの理想のお客様を連れてくるようになると思います。というわけで今回はですね、働く名刺を、作る佐藤孝明さんと、仕事が、取れる、仕事を呼び込む、名刺交換時のコミュニケーションのプロとして私が、持っているものをね、この二人が余すことなく伝授する、とっておきの機会にしたいと思っております。非常に力を入れて当日まで準備をしてまいりますので、どうぞ一人でも多くの方に来ていただきたいと思います。それでは会場で当日お待ちしています。まだまだ募集期間がありますので、ぜひご一緒しましょう。